大人のための数学へようこそ。今日のエピソードでは、二項定理を使った展開を学習します。まず、二項定理は次の条件下で使用できます。括弧の中に項が2つあり、括弧の右上に指数がある。二項定理の公式を見てみましょう。一見とても複雑ですが、実はとても簡単です。言葉だけで公式を説明するよりも、実際に公式を使って例題を解きながら解説する方が断然わかりやすいので、試しに括弧 A たす B、4乗を展開してみましょう。まず括弧の中に2項あって、括弧の右上に指数4があるため、二項定理を適用できます。N の値は4です。それでは展開を開始します。係数を求めます。4個から0個選ぶ方法は一通り。よって1項目の係数は1。4個から1個選ぶ方法は4通り。よって2項目の係数は4。4項から2個選ぶ方法は6通り。よって3項目の係数は6。4個から3個選ぶ方法は4通り。よって4項目の係数は4。そして4個から4個選ぶ方法は一通り。よって5項目の係数は1。次に A の次数を求めます。A の次数は4から0まで1ずつ下がります。最後に B の次数を求めます。B の次数は0から4まで1ずつ上がります。よってこれが答えです。ちなみに各項の係数はパスカルの三角形を使って求めることもできます。パスカルの三角形は1と1から始まります。この階層を n イコール1とします。すると n イコール2の階層は次のように求められます。1層目の左側の1の左下に1を置きます。次に1層目の2つの1を足して2なので2つの下に2を置きます。最後に1層目の右側の1の右下に1を置きます。n イコール3の階層を求めます。左端は必ず1。1たす2は3。2たす1は3。右端は必ず1。このようにすると、先ほどの例題のように、n イコール4の場合の係数も簡単に求められます。左端は必ず1。1たす3は4。3たす3は6。3たす1は4。右端は必ず1。では、パスカルの三角形を使って次の例題を解いてみましょう。括弧 2x たす 3y の2乗、5乗。まず、括弧の中に項が2つあるため、二項定理を利用できます。括弧の指数が5なので、n イコール5です。係数を求めます。先ほどのパスカルの三角形の n イコール5の階層を完成させましょう。1、5、10、10、5、1。次に 2x の次数について考えます。2x の次数は5から0まで下がります。2x の5乗は 32x5 乗。2x の4乗は 16x4 乗。2x の3乗は 8x3 乗。2x の2乗は 4x2 乗。2x の1乗は 2x。2x の0乗は1。続いて 3y の2乗の次数について考えます。3y の2乗の次数は0から5まで上がります。3y2 乗の5乗は 243y10 乗。3y2 乗の4乗は 81y8 乗。3y2 乗の3乗は 27y6 乗。3y2 乗の2乗は
9y の4乗、3y 2乗の1乗は 3y 2乗、3y 2乗の0乗は1。最後に各項の係数を掛け合わせます。よって、これが答えです。今日のエピソードはここまでです。また次回。